大阪の泉佐野市がふるさと納税で返礼品にネット通販大手、アマゾンのギフト券を上乗せするキャンペーンを2日から再開しました泉佐野市は2月から3月まで100億円還元キャンペーンと銘打ち返礼品に加えて寄付額の20%分のアマゾンギフト券を提供していました。泉佐野市によりますと 最終日の3月31日に市の直営サイトへのアクセスが集中し申し込みができなかったとの問い合わせが相次いだため2日からギフト券の提供を再開させたということです泉佐野市は当面の間新規申し込みも含めて寄付をすべて受け付ける方針です総務省は自治体への税制優遇基準として 返礼品は寄付額の3割以下にすることなどの基準を示していますが泉佐野市はふるさと納税の趣旨に反する方法で寄付金を集めたことになり6月以降、対象外にされるのはほぼ確実とみられています。